今日はお天気がねすっごく良くなるという予報がだったので、どうしても春らしい曲をですね皆さんに聴いていただきたいなと思いまして、皆さんもよくご存知だと思います、カバー曲を春メドレーでお届けしようと思います。はい、ぜひ皆さんも一緒に歌ってください。それでは春メドレー聴いてください。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ、タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手も握らない。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー、秋光り立つにわかめ愛し面影のちんちょげ、あふるる涙のつぼみからひとつひとつ香り始める。それはそれは空を越えてやがてやがて迎えに来る春よ、春よ、まぶた閉じればそこに愛をくれし君の懐かしき声がする。嘘つき、アカペラから入る予定だったんですよ、3人の。忘れちゃった俺たち2人でずっと練習してたのに
忘れたでしょ。ごめんなさい。じゃあさ、悔しいからさ、そこだけやろうよ、3人。マジでね。まあ、やるようなもんでもないけどね。いいんですよ、いいんですよ。せっかく練習していただいたんでね、お二人様にね。はい、じゃあそこだけちょっとやりましょうよ。悔しいから、ね。いいですか？譜面ありますか？譜面。大丈夫ですか？そんなあの大それたことじゃないですからね。そこだけやりますから。いきますよ。ずっと待ってた、気づいて叱ってくれる日を、私の目を見て、あなたから削除して。以上でございます。シュール。これだけやるって面白いね。それだけやるんだ。いいじゃないですかね。いいね、もうこれだけでもね、せっかく練習していただいたんですから。成果が出せました。はい、ありがとうございます。ということでですね、いろんなこと、私はです、決めたことを守れないんですね。あの本番ここで入るよって言ったら大体違うとこで入っちゃったりですね、ここで MC するよって言ったらしないで入っちゃったりですね、まあ、いろんなことあるんですけども、こうお付き合いいただいてるとね、素晴らしい仲間に囲まれて幸せでございます。ありがとうございます。はい、それではアンコール。今日ですね、何歌おうかなと思って、でもこのすごく気持ちのいい天気のお天気の下で、喧嘩のち晴れという歌をですね、最後歌いたいなと思います。今日もですね、皆さんの CD で聴いていただいているバージョンで、聴いていただこうかなと。あ、大丈夫ですよ、口パクじゃないです。時々あのそれ言うと口パクって言われる。口パク NG ですか？口パクはしません。ちゃんと歌いますよ。はい、それではぜひ皆さん一緒に手拍子で、参加していただけたらと思います。それでは行きたいと思います。工藤エリナ、喧嘩の地晴れ。しまう、なんだか急に悲しくなる。機嫌悪くなるのは子供じみてるけど、時には君を困らせたい。コンビニで沈黙の雨宿り、指をここは彼女とのことも思う。
して聞いてあげられるから話してもいいよ。 It's my day, it's my day. 藤沢市在住のピアノ弾き語りシンガーソングライターエリボンこと工藤エリナです。今日もエビナでエリナパート38、もうめっちゃ晴れてですね、すごく気持ちよく歌わせていただきました。次回はですね、5月の31日土曜日2時からと4時からのステージです。そしてですね、その前には5月の10日土曜日、藤沢市民会館小ホールにてグランドピアノ弾き語り単独ホールコンサートを決定いたしました。ということで、こちらにチラシを貼らせていただいております。その日はですね、スタイルツリーさんの出演もたくさんではあります。その後、工藤エリナのライブ、ぜひ藤沢市民会館遊びに来てください。お待ちしております。チケットもあるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、工藤エリナ、また会いに来てね。ありがとう。